城泰時。三代執権ですよね。一番右が北条泰時で、真ん中が中高なんとかなんとか、あ、保昌さん。ああ、一番左が国司だ。あ、じゃあ一番右が北条泰時だ。これだ。なんとかちょっとなんとか和尚だ。こっちもまあ国司だよね。なるほど。あ、そうだ、手を合わせていかないと。いいね、この苔の道は。なんか古そうだな。この銀杏はすごいよね。